僕は番号が変わりまして、なんと10番になりました。まあ事情を言うと、ごめん、やっぱり10番つけてくれって言われました。はい、そんな感じですね。じゃあ早速行っていきたいなと思います。バイバーイ。行っていきたいと思います。バイバーイ。いやー、いい天気ですね。ピッチは悪めですね。かなり。よいしょ。行ってきます。今から接骨院に行ってきます。で、その後、コーヒー買います。で、その後に昼ご飯食べようかなと思います。接骨院行ってきました。じゃあ今から昼ご飯食べに行きます。バイバイ。ということで、昼飯買ってきました。ドイツで有名なケバブ料理があるんですけど、見える？これ見えたわ。食べ終わったんで、コーヒー買いに行きます。バイバーイ。
ました。大量買えたんで今から帰ります。はい、帰ってきました。もう今日はね、休日の一日の動画を回してきたんですけども、ドイツに来て、3ヶ月4ヶ月ぐらい経ったんですけど、まあ、だんだん、生活にも慣れてきて、最初は全くドイツ語が分からなかったんですけど、まあ、徐々に、意味も慣れてきて、まあ、簡単なドイツ語ですけど喋、れるようになったんで、喋れる、まあ、簡単なドイツ語はできるようになりました。サッカーの方なんですけど、2月の初め1週目に開幕して、で試合見に試合目とも出て、開幕戦は負けて、で次のホームでの開幕戦、ホームでの試合は引き分けで、2試合終わった後に肉離れをしてしまって、3試合欠場してて、で今週からやっと復帰してまた頑張っていければなと思っているので、応援よろしくお願いします。動画の方もね、少しずつアップしていくと思うので、対談企画とかも考えているので、チャンネル登録をしていてもらえれば、分かると思いますので、お願いします。次の、動画も、楽しみにしておいてもらえればなと思います。そんな感じで終わりたいなと思います。ありがとうございました。